おはようございます。やんちゃです。2022年10月15日土曜日の朝です。タイマー18分。はい、プランク。はいよいしょ。タイマー2分。よし。はい、今日の天気、あと1時間半ぐらいしたら雨が降るらしい。でもちょっと今日もまた予報がすごいブレブレになってて、なんか10分待つと予報がガラッと変わったりするから、あんまり当てにならないですね。ただ全体としてはまあ降水確率 20% なんで、そんなでもないですね。そんな急に土砂降りになるっていうような感じじゃなさそう。よし、朝刊見よう。朝刊、なんだなんだ、電気代支援1月にも。ほう、なんか定額でなんかもらえるのかな。いや違うな、毎月の請求書に直接反映する形で負担を緩和。へえ、じゃあ支給されるっていうよりは請求書から引いてもらえるってことか。それはでかいですね。なんかただ今詳細を読めないプランク中になんか落ち着いてこの細かい部分を読むの結構つらいですね。よいしょ、あとなんてかな。よいしょ、ブリヂストン使用済みタイヤを新品の原料に。あー、それはでかいですね。なんかハイタイヤとかね、積み上がっててたまに火がついて火災になったりとかすることありますから、それが全部リサイクルできたら嬉しいですよね。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。はい、ダメだ。 なんか毎回なんか僕決まったパターンじゃなくて、毎回わし新しく脳内で生成してるこのヒュッっていうやつでももし毎回同じように見えてるんだとしたら、わしは何回この流れをこう自分で発明しようとしても同じものしか発明できないっていうことですね。むちゃくちゃうるさいヘリコプターが、しかもずっと上をホバリングしている。なんだ、なんだろう、空撮でもしてんのかな。よいしょ、なんだろう、ずっと同じところにいるヘリが。どういうこと？あの真下に何があるんだ。なんだろう、やっぱ空撮かな。空撮ってどういう風にやってんのかよく分かんないんですけど、その場に留まる必要ってある。ああ、行っちゃったわ。何だったんだろう。はあ、はい、まあいっかいや、よくないんだよ、あそこに留まられるとすごいうるさいから。はい、行ってくれてよかった。はあ、というわけでついにですよ、ついに待ちに待った新しいカメラが届きました。これです。はい、 FX30 です。わかりますか？ FX30 って書いてあるのわかりますか？はい、
ついにね届いたんですよ昨日昼ぐらいかな届いて、で見てたんですけど、見てたんですけどっていうか割ともう結構使いました。はい、よいしょ、よいしょ、パソコンに SD カードを挿したままだった。よいしょ、ほ、ちょっと細かい部分の説明するとりあえず使い始めるときは SD カードをなんかここにカチャ、ここに入れるそんなことは分かっとるわみたいなただやっぱあれなんですよね、今まで使ってたやつと違ってデュアルスロットになっているので、わ、このデュアルスロットとかね、そんなプロ機材みたいなの初めて使うんで、なんか感動したっていうかSD カード、 SD カードかなんだっけ、これ CF エクスプレス A っていうやつ、 CF カード、 CF カードの小さいやつ、小さいやつ、CF ってなんだっけ、コンパクトフラッシュだっけ、コンパクトフラッシュエクスプレス A っていうやつが刺さるんですよね。そのどっちか、 SD か CF エクスプレスか。でこの2つのスロットをどういう風に使うかって言ったら、なんかなんだっけミラーリング、ミラーリングっていう形で、その何かを取り始めたら両方に同じ内容を書き続けるっていうモードが一つ、まあ、こうすることによってなんか片方のスロットに刺さってるカードが急に死んだりしてももう片方に残ってるから大丈夫っていう冗長性を確保するための機能が一つ、あとなんだっけ、なんだラウンドロビンみたいな、なんていうの適当に振り分けて、あの A と B のスロットに交互に、交互なのか適当なのか分かんないですけど、まあ、例えばそうだな、100枚何か写真を撮ったりとか100個ムービーを撮ったとしたら片方ずつに適当に、適当なのか順次なのか分かんないですけど、まあ、あの分散して書き込むと。そうすることによって例えばそのそうだな1テラ1テラとかって挿しておいたら2テラ分書けるという感じで、もう一つがなんか継ぎ足しみたいな、1テラ1テラ挿してたら1テラ終わった時にもう一個の方に移るというような感じですか。どれがいいんですかね、なんか継ぎ足しとかがいいような気がするんですけどね。あの普段は A スロットだけずっと使っといて B になんかバックアップ用、バックアップ用っていうとちょっと語弊があるんですけど、 B の方に予備のを挿しといて、もし A の方がディスクフルでうわもう書けないってなっても B の方に移るから、うわなんとかなったねみたいな。で普段は A だけ使っている、で A がいっぱいになったら A をフォーマットするとかってしとけば、いざという時に B に逃がせるっていう風になっていいのかもしれないですね。はい、っていうのがまあ、まあデュアルスロットなってね、アルファ、ソニーのアルファシリーズのどのぐらいのグレードのやつから搭載されるもんなんですか？アルファ7シリーズは全部ついてたりする？よくわかりませんけど。うん、はい。っていうやつ。で、あと何かな？話しておくべきこと。そんなもんかな？あとは、挿しておかなきゃいけないのはバッテリーですか？バッテリーが今までのその ZV-10 のやつと違ってでかいんですよね。この NP-FZ100 っていうやつ、 FZ100 っていうやつ、今まではなんちゃら50みたいなやつ確かはい、よいしょ。まあちょっと電池の話はちょっと後でまたしますけど、よっこらせ。まあ使い勝手としては今までのやつと大して変わらないですね。
あとなんかな、特筆すべきこと、ボタン類、ボタンとかめっちゃある、いろいろよく分かってないのがこのアナログスティックみたいなやつ。その他はね、だいたいこの番号と何の機能なのかっていうのが、なんか WB だからホワイトバランスとか、 ISO だから ISO 調整とか、なんか見ただけで何のボタンなのか分かるボタンがいろいろついてて嬉しいですね。ただ多分これはプリセットの機能であって、なんて言うんですか、自分でこのボタンはこの機能がいいっていうやつは後で割り振れるんでしょうね。うん、はい。そしてバリアングルモニターはい、っていう感じですか。ほ、よいしょ、バリアングルモニターはよいしょ、こんな感じですね。はい、見えます見えないか、まあいっか。はい、でこのね、モニターが引くほど綺麗っていうかやばいですよこれ、モニターえっていうぐらいモニターが綺麗。うん、カチャ。はい、なんか舐めてたんですよ、なんかディスプレイの解像度がまあ上がるって言ってたんで、まあ上がるのかって思ってたぐらいなんですけど、実際目にしてみると、あの iPhone4 iPhone4 とかいつの話だ忘れましたけど、 iPhone4 になってディスプレイがレティナディスプレイになったじゃないですか。あの時うおー、画面がなんかすごい別次元に一気に飛んだみたいなイメージだったわけですけど、その時の感動が蘇ってくるぐらい画面は綺麗ですね。はい、素晴らしいです画面が。ただ輝度がどうなんだろう、これ輝度これ以上上げられるのかな。今のところ画面はこの屋外で、今日別にピーカンでも何でもないですけど、曇り空ですけど、曇り空の中でもそうだな、まあ見えなかないけど、めっちゃ明るいというわけでもない。うん、まあ見えはするけどっていう。だからなんていうんですか、こういう、見えます見えませんか、なんか微妙か。なんかメニューを操作するぐらいだったら楽できますけど、その撮ったもののプレビューをちょっと暗めのやつを見ようとするときついかもしれない。まあ見られますけどね、十分ね、見られはしますが、今曇りだから見られるだけで、ちょっとピーカンになったら分かんないですね、ちょっとどうなるか。ちょっと今度めちゃくちゃ晴れてる時にもう一回この画面の視認性みたいなやつは改めてレビューしようかなと思います。はい、さてそんなもんかな。あと今刺さってるレンズはわしがもともと持ってた、なんだっけ、 SEL24F18Z っていう、多分ちょっといいやつはい、うちに転がってたのでそれを刺してあります。こんなもんかな。あとなんかな、これが届いた時の感想としては、なんだろう、届きました、なんかバッテリー入れました、スイッチをオンにしました、で電源が入んなくてやべえ、なんか初期不良引いたと思ったんですけど、なんかねバッテリーが空だったバッテリーが空だっただけだった、よかったと思って。なんかあれですかね、業務用の機材とかだと即座に使えるようにバッテリーがなんか7割ぐらい入った状態で出荷されるっていうのはないんですかね。
こっちの予備バッテリーの方も空でしたね、なんかね。だから本体に同梱されてたやつが空なんだったら、この追加で買ったやつならできるだろうと思って挿してみたんですけど、これはこれでダメでしたね。はい。ふう。さて、あと何かな。なんか話すべきことあるかな。あ、そう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 。この話はどうやってしたらいいか難しいんですけど、今まで、今撮ってんのってこれ ZV-10 なんですよ。今まで使ってた機材なんですよ。で、ZV-10 って、その、一応、そのデータ転送とか、給電とかに、USB-C のポートがあって、使うことができるんですけど、その、給電するときに、USB-C ケーブルって使うじゃないですか。で、USB-C ケーブルってこういうやつ。USB-CC で、なんかこの、アンカーの、なんだっけ、19000の、モバイルバッテリーの C のポート。C のポートに、まあ、このケーブルの片方を挿しまして、で、もう片方の方を、その ZV-10 にゾンって挿すと。いう風にすると、今までは、なんか、その、ZV-10 は、なんか、ストレージが追加されました、みたいな。ストレージが刺さりました、っていう表示が出てきちゃって。で、そのまま何にも操作できないっていう。なんか、ストリーミングモードにします、とか言って。なんか、このモバイルバッテリーに向かって、なんかをストリームしようとする。映像を。そんなことをされてもね、こいつはそれを受け取ることができないし、何よりこいつから電気を受け取ってほしいわけですよね。でもできないんですよ、なんか。で、それが ZV-10 が悪いのか、このモバイルバッテリーが悪いのかよく分かんなかったわけですけど、わしが心配してたのはこっちの FX30 も同じ仕様だと困るなと思ってたんですよ。だからモバイルバッテリーのタイプ C に挿して、モバイルバッテリーのタイプ C に挿した状態で、もう片方のこれをこの、よいしょ、これマイクか、ここの USB-C のとこに挿して、なんかストレージですとかって言われても困るなって思ってたわけですけど、よいしょ、はどうかな、あ、いけてるな。これ分かります見えてんのかな、これ。画面。ここんとこ？ここんとこに、コンセントマークがついてると思うんですけど、ちゃんと、給電される。めでたし、めでたし。っていう感じですね。どうかな、でも。ああ、いけてる、いけてる。わかるかな？この刺さってるところに、なんかチャージ、LED がピカって光ってるの分かりますか？つまり、モバイルバッテリーの USB-C ポートから FX30 の、こう、チャージポートに対して USB-C で給電できるので、こう、ZV-10 で課題だった部分が解決された。これはね、でかいですよ。結構。今までね、不便だったんで。今までは、こっちの、USB-A、USB-C を使わざるを得なかった。こっちだったらいけるんですよ。こっちだったら USB-C でもいけるんですけど、USB-C じゃねえや。なんか ZV-10 でも、なんか給電として扱われるんで、いいんですけど、あんまりね、もう今更 USB-A、USB-C のケーブルとか持ち歩ったりとかしたくない。あんまりうちにも在庫がないから、これも、なんかリビングに常設のやつを持ってきてるわけで、もしこれをねちゃんと使おうと思ったらもう一本買わなきゃいけないけど、今さら AC のケーブルとか買いたくないんでやはり全てを CC にまとめていきたいという気持ちしかないんで、はあ、そこがね嬉しかったポイントでした、電源関係では。はい、
さて、あとなんか話すことあるかな。そうだな、こんなもんかな。こんなもんでもないんだけど、はい。あとそうだな、バッテリーで言うと、昨日ですね、夜中12時ぐらいに家を出て、で、ちょっとヨドバシで買うものがあって、何かっていうと、これマイクのこの足が、あ、もう時間来ちゃった。でもね、今日はね、多分話すことがめちゃくちゃいっぱいあるんで、なんかタイマー18分って言っておきながら、多分めちゃくちゃぶっちぎる回になると思いますじゃあやんなよっていう話なんですけど、まあすいません、なんか癖でこのピンマイクのケーブルが短いんですよね。短いって言っても ZV-10 で撮ってる時にはまあいいかなっていう感じではあるんですけど、ちょっとしばらくの間この FX30 でこの 24mm のレンズで撮ろうと思ってるんですよ。で、今この ZV-10 に刺さってるやつって 16mm だから、 24mm で撮ろうとすると、まあ 1.5 倍ぐらい近いんですよね。だからその分ちょっとカメラを遠ざけようと思って、ただ遠ざけるとピンマイクのこのケーブルの長さが足らんってことで、この延長ケーブル、ピンマイクの延長ケーブルを今日のこの撮影で使いたいなと思ったんですが、もう使いたいなと思った時点で10時過ぎとか夜のだからそういうね時にね役に立つのが、ヨドバシカメラのなんかヨドバシ .com っていうEC サイトがあるんですけど、そのサイトでこの延長ケーブルを、まあ、ポチるとするじゃないですか。で、大体翌朝発送されて、早ければその日中で、まあ遅くともその次の日には届くみたいな感じなんですよ、基本的には。なんですけど、それも待てないという人のために、なんか店舗受け取りっていう便利な機能があって、私の場合は最寄りが秋葉原のヨドバシカメラなんですけど、ポチった品物をヨドバシカメラで受け取ることができる、店舗で。しかもただ単にその例えば今この時間にポチって取りに行くとかじゃなくて、24時間受け取れるだから秋葉原のヨドバシカメラって夜10時で閉まるんですけど、閉まった後にそのヨドバシ .com の店舗受け取り用窓口みたいなやつだけは開いていて、そこで受け取ることができるっていう紙サービスがあるんで、それでこれをポチって、この延長ケーブルをポチって取りに行ったんですよ、はい。だから今ここにある、これが超いいです。で、まあ別にこれを買いに行った話はメインじゃなくて、で、買いに行ったついでに、なんか作例を撮りたいなと思って、いろいろ。ちょっと、なんか、行くかと思って、行くかじゃないんですけど、なんか、ちょっとうるさいな、なんか通知が。新宿の歌舞伎町で、なんか、何ですか、オフ会をやってる気配を感じたんで、気配を感じたっていうか、まあそういう情報が寄せられていたので、ちょっとオフ会行くかと思って、オフ会に行ってきたんですよ。で、オフ会でね、夜1時ぐらいかな、ヨドバシで受け取って、新宿まで行って、1時ちょっと前ぐらいから、朝の4時ぐらいまで、ずっとその歌舞伎町のオフ会スペースで、これを、なんか、ぶん回してました。で、これ固定か、シューティンググリップを三脚にしてテーブルに置いといて、今撮ってますみたいな感じでずっと回してたんですけど、ずっと回してたのに全然電池減らなくて、めちゃくちゃ驚きましたね。なんか今 ZV-10 これすでにバッテリーが残り 31% とかになってるんですけど、普段ね1時間ぐらいなんですよ、これ。バッテリーの持ちが。で、これ刺さってるバッテリーが良くないのかもしれないんですけど、
結構そのバッテリーの持ちが悪いのも不満ではあったんですよ、 ZV-10 って。だからねちょっと感動してしまった。昨日だから1時から4時までずっと分回しても 50% ぐらいしか減らなくて、動画撮り続けてですよそんなことあると思って、まあ、ずっと分回してたはちょっと言い過ぎかもしれないけど、でも1時間半とか2時間は回してたんじゃないかな、トータルで。それでもバッテリーが半分ぐらいしか減らないっていうのがね、ちょっとカルチャーショックっていうかそんなカメラあるんだって思いました。動画でしかもこんなごついのに。バッテリーのサイズがね、なんか多分倍とかになってるんで、そういうのもあんのかなとは思うんですけど。いやー、ちなみにその昨日撮った素材はやんちゃクラブにはあげられないですねあげられない、ないんですよ。すいません、なんかよいしょ。あと何かな。でそのオフ会会場でなんかずっと分回してる時にちょっと実験したんですけど、あの HDMI でここの画面、ここの画面を外部のディスプレイに出すことができるんですけど、なんか ZV-10 の時もそうだったかな、確かあのミニ HDMI だっけ、マイクロ HDMI だっけ、どっちかなんですよね、多分ミニかな。ミニ HDMI だから、そのミニ HDMI HDMI ケーブルが必要なんですよね、 ZV-10 とかは多分ね。あれそうだよな、ちょっと今確認するか、撮りながら確認する。よいしょ、は、よっと、確かそうだよね。よいしょ、うん、そうですね。これってあれかな、マイクロかな、なんか USB、 マイクロ USB みたいな感じの、そのマイクロ HDMI じゃないな、ちゃんと調べるかでも大体この手のカメラって HDMI 出力するときにマイクロ HDMI なんですよね。うん、そうだな、マイクロですね。ミニはもうちょいでかいですよね。でそれが結構ね、そのマイクロ HDMI HDMI ケーブルとかね、買いたくもないし、買ったとしても持ち運びたくない。なんかいざという時忘れたとかすごいありそうじゃないですかでじゃあその FX30 はどうかっていうと、ちゃんとあれなんですよ、ちゃんとフル HDMI ポートこれは偉いですよね、これ超便利。うん、まあ、筐体がでかいから、こういうでかいポートをバコって開けても何も問題ないんでしょうね。はい、そこがね偉いポイントでした。はい、よいしょ、はあ、そんな感じかな。昨日使ってみた感想としてはそんな感じですね。でまあそのオフ会の様子とかを作例としてわしが確認するためだけに撮ったんですけど、それじゃあまあやんちゃクラブ的には残念なんで、ちょっとあれしました、あれ歌舞伎町から帰ってくるときに、まあスクーターで行ったんで、途中上野駅のあたりを少しだけ撮ったのと、あと上野から足立区役所深夜の足立区役所にスクーターを止めて、まあ、ちょっと撮ったみたいなやつを作ったんで、ちょっとそれを見ましょうか。はい、よっこらせ、よいしょ、3、2、1、ほい。これが上野駅周辺ですね。上野っていうかこれは御徒町かな、御徒町と上野の間ぐらい。どうですかやばいやばい、なんかね結構よく撮れてる気がするんですけど、うん、なんか暗くてもこんな撮れるんだっていう。
ただこれ刺さってるレンズのおかげの可能性はあるんですよね。だから何とも言えないんですけど、すごい撮れてる。でもなんかこれぐらいなら iPhone でも撮れたのではという気がしないでもない。あ、そっか。なんか iPhone で同じように撮ったやつと比較すればいいんだよな、多分。なんでそういうところに気が回らないのか。これが足立区役所ですね。はい。どうですか、足立区役所は。夜中の誰もいない足立区役所。これは足立区役所前のロータリーのとこですね。はい。いや、いいですね。iPhone と違うのは、やっぱりなんかボケが出るっていうとこですかね。結構。iPhone だとポートレートモードっていうのにしないと、こんぐらいボケないけど、夜中の撮影でポートレートモードやろうとすると結構きついかもしれない。うん、これなんか結構いい気がする。なんか後ろの何ですか、明かりのボケ方とかがね、素晴らしい。レンズの性能が引き出されている感じがすごいしますね。よいしょ。うん、どうでしょうね。なんかこう明るいところと暗いところを同時に撮るみたいなやつだと本当は HDR とかで撮った方がいいんでしょうけど、あと何これ、一応手ブレ補正オンにしてるんですけどガタガタしてますよね。だからなんかさっき編集するときに、なんだっけ、ソニーのカタリストブラウザーとかいう、なんかその後から揺れを補正してくれるソフトでやろうとしたんですけど、練習してなかったせいでやり方がよく分かんなかったからやめました。ちょっと後で勉強しておくんで、今後撮るやつはちょっとカタリストブラウザーで補正するとかはやると思います。どうですかね、めちゃくちゃ暗いですけどかろうじて撮れてる感ある。うん、はい。そうだから FX30 って、その FX3 っていう機種の、なんて言うんですか、 FX3 がフルサイズならこっちが APS-C だみたいな、そういう対比になるわけですけど、そのセンサーが APS-C になったってことで、そのなんですか、夜とか、まあ、特に今この映ってる夜の映像が厳しいんじゃないかみたいな話がよくあるわけですけど、本当かなと思って撮ってみたのが今映ってる作例ですね。これは足立区役所の目の前にある歩道橋の上から日光街道の様子を撮っているやつ。どうですかね、なんか結構、なんかそうですね、目で見ている時より明るい気がする。わしが自分の肉眼でこの風景をまあ同時に見てたわけですけど、その時と比べても映像の方が明るい、むしろぐらいちゃんと撮れている気がしますけど、どうなんでしょうね。これがだからそのアルファ7-4とかだとさらに明るくなるらしくて、今映ってたやつがさらに明るくなるってどういうことって思うんですけど、そんなに明るい必要あるっていう気はしましたね。なんかもう今のこれで撮ったあの明るさで十分なんか目で見えているものレベルでは撮れている気がするので、なんかそれ以上はなんて言うんですかね、大げさな明るさになってしまうんじゃないか。わかんないけど、ただまあなんかさっきも言ってた HDR とかをやるときには変わるのかもしれませんね。もしかしたら HDR とかでもうめちゃくちゃ明るいところがくっきり撮れていて、暗いところもなんかそれなりに撮れてるみたいなやつをやろうとすると、そういうなんか大げさなぐらいの感度が必要なのかもしれん。うん、まあよくわかってないんですけど。まあちょっとこの今後ね使
いこなしていかなきゃいけないわけですけど、さてあとなんか話しとくべきことあるかな。一応まあ ZV-10 にもありますけど、カメラを Wi-Fi につなぐ機能があるんですよね。で Wi-Fi につないだ状態でいろいろできるんですけど、その Wi-Fi でつなぐ時の規格がなんかちょっとだけ残念だった。Wi-Fi の、AC かな、 AC までに対応している。 AC が確かその 5GHz のやつですけど、 Wi-Fi 5 でそのなんだろう、最新の、最新ってこともないか、 iPhone 12とかからかな、 iPhone 12 とかからあの搭載されてる Wi-Fi 6っていうのが現在のなんだろうな、いい感じの Wi-Fi の規格なわけですけど、 Wi-Fi 6には対応してなかったのがちょっと残念でしたね。まあそんなに困るっていうほど困るもんでもないとは思うんですけど、 Wi-Fi 6から結構その家の中の LAN とかで、無線 LAN とかで混線が軽減されるんですよ、すごく。Wi-Fi 5までの Wi-Fi はなんかドサッとたくさん端末つないでると結構お互いに干渉することがあってきつかったんですけど、 Wi-Fi 6になるとなんか干渉がすごく抑制されるので、できれば新しく買ったものは全部 Wi-Fi 6対応にしてほしいんですけど、なかなかそうもいかないんですよね。ただその任天堂スイッチの新型有機 EL バージョンとかももう十分 Wi-Fi 6が普及した後に出た機種だから Wi-Fi 6対応なんだろうなと思ってたらそうでもなかったし、なんかハードルがあるんですかね、 Wi-Fi 6を対応するための。でもなんか任天堂スイッチとかなんか割とそのオンライン対戦とかに使うわけで、なんか混戦とかの影響が軽減される方が嬉しいと思うんですけどね。 Wi-Fi 6対応しなかったのなんでなんですか。わからんけど、はい、じゃあちょっとあれかな、終わる、このまま終わるか、明日からのやんちゃクラブのセットアップを今やる。つまりもう一回この ZV-10 での撮影を終わらせて、 FX30 での屋上活動の撮影を最後の5分ぐらいやりますか。やるか、よし、じゃあ一回切るよ、切る、はい。今撮れてるよね。これで撮れてるってことでいいですかね。撮れてんの？やっぱりあれですね、なんか 24F18 で今までの画角に収めようとすると結構遠くなりますね。なんですけど、なんかそのこういうのなんかリモート撮影用のツールみたいなのがあって、そのスマホとカメラをなんかペアリングしてアプリでこのカメラを遠隔操作することができる。それによってなんかね、これいろいろ便利かもしれん。これもしかしたら ZV-10 でもできたかもしれないですね。だって Wi-Fi あるんだし。だからなんか ZV-10 にできなかったかどうかを切り分けることができないんですけど、どうなんだろう。まあいっか、もう使わないしこれ。どうしよう、今のその FX30 の様子を ZV-10 で撮るか。ほっ、こういう感じです今、はい、こういう感じのカメラのセットアップになってて、うん、遠いでしょ。よいしょ、はい、遠いんですよ。だから録画ボタン、ちょっ
かっていう感じで伸ばさないといけない。あとあれか、今その三脚になっているシューティンググリップのボタンだったら割と届くんですけど、まだそのシューティンググリップ自体があの ZV-10 とペアリングされてるから、あの FX30 とペアリングし直さないとダメですねっていう問題はある。でもなんかこれやっぱりそのなんていうんですか、リモート撮影してる最中ってここにちゃんと出るんですよ、どういう風に映ってるか。しかもなんかそのシャッタースピードとかその絞りとか ISO 感度とか全部全部ここで調節できるんですよ。なんかだからそうだな、今じゃあ遠隔でそうだな ISO 感度2500まで上げようか。感度2500倍だ。いやわかんない、この私 ISO のこの数字が何の数字なのか実はよく分かってない。今2500です、これ。はい、なんかベース ISO 感度、 ISO なのか ISO なのか私よく分かってない、そもそもそっからなんですけど、なんかベース ISO 感度っていうのがあって800と2500っていうのがベースで、そっからいくら調整してもそのベースからの何て言うんですか、2分の1とか4分の1とか8分の1とか、もしくはそのなんだろう1600とか、あとまあ2500の倍数みたいな感じで1万とか2万とか、ようわからんのだけど、そういう感じでなんか刻むらしいですよね。だからなんか800と2500を使っとけば何も倍率をかけないからなんか嬉しいみたいな、にわか知識でしたただなんかその ISO 感度を自動的に切り替えてくれる機能とかもあるらしいんですけど、そのベース感度の800か2500かを選んでやってくれるモードみたいなやつが使いやすそうでしたね。ただなんかこうやってリモートでいじれるんだったら、なんか撮影中にチラチラこのモニターを画面で見て、でなんかちょっと背景が白飛びしてるなと思ったら調節するとかリアルタイムにできそうな気がしてきたけど、やるかそれ今後の屋上活動でそれやるかな、なんか疑わしいですね。でもまあ今までとは段違いでやりやすそうではありますよね、こっちの方がね。なんかずっとスマホの方を見ちゃうようになるからなんか微妙ですよね。私としてはもっとこう何ですか、遠くの方を見ながらこうなんとなく語りたいんですけどよし、ちょっと一回止めよう。よいしょ。はあ、なるほど。再開このリモート撮影できるのはいいんですけど、なんかね撮影開始ボタンがどれなのか分かんない、このいかにもなボタンがあるんですけど、それを押すとなんか写真を撮っちゃうただあのこの本体のボタンを押してあの動画の撮影を始めた後はなんかその動画の撮影をストップするボタンに変化するからなんか設定を頑張ればここで動画のスタートストップもできそうな雰囲気はありますね。どうやるんだろうこれ、わかんねえな。まあいっか、ちょっと今日かなり多分むちゃくちゃ長くなってるからしかもなんか途中で映像も差し込まなきゃいけないとかいろいろあるから、とりあえずファーストインプレッションってことでこんぐらいで今日は終わりにしますか。はい、なんでちょっともうちょっとね使いこなせるように頑張っていきたいと思います。じゃあバイバイ。